ここでは東京スーパーカーデイの模様です。スーパーカーの日は11月1日ですので、この前後で開催されることが多かったのですが、今回は10月5日、6日の両日行われました。場所は東京台場の等身大のガンダムのあるシンボルプロムナード広場とセントラル広場を中心におよそ100台のスーパーカーが展示されました。映像は会場前のものですので来場者はほとんどありません。まずはセントラル広場を囲むように並んだ物販ブースからご覧いただきましょう。セントラル広場の中央には赤い絨毯が敷かれ、スーパーカーたちが誇らしげに顔を揃えていました。ガンダムの足元にはミニカートも見えてしまうスーパーカーたちです。ここからは昨年までになかった板車の展示。スーパーカーとは全く異なる椅子の展示でした。ここからは通路の両側に展示された個体をご覧いただきましょう。まずはチェーンで仕切られた個体からご覧ください。
こちらは触れ合いコーナーとのことで、ここに展示されている車にお子さんを中心に乗せていただく、座らせていただくことができました。中でも積極的に声をかけていたのが日産スカイライン GTR にお乗りの広田東洋さんだったように思います。私もコブラに座らせていただきました。いかがでしたでしょうか。素晴らしいスーパーカーの展示と触れ合いコーナーでの触れるイベントに感動しました。